これで託せます。私のすべてを。止まらぬ兄の怒りは新しい争いを生み続ける。血を分けた妹たる私であれば、兄を倒す刃を生み出せましょう。人とあやかしが共に暮らせる世のためなら、半身たる守護霊を失おうとも構いません。時を超えしまれ人よ、兄を斬る定め、果たせるのはあなたのみです。争いを望む強い憎しみが禍々しい妖気となって、日の本のすべてを覆いつつあります。手を打たねば写しおは終わりなき大禍が時となり、人とあやかしが永劫に争い合うことになるでしょう。絶海の孤島鬼ヶ城、妖気は彼の地より放たれているようです。不死たる大竹丸にこうしうるは、霊石の輝きを帯びた刃、ソハヤ丸のみ。若者よ、どうか大竹丸の破壊と暴虐から世を救ってください。
愛入れぬ人とあやかし、皮肉にもこの言葉その写しじゃろうて、憎み合う心が互いの隔絶を生んだのじゃな。 猫又よ、よく二冠将的じゃのう。今は大竹丸を撃つのに全力を傾けるときに、奴の心中はいかなるものであったとしても、ノー。そこに囚われておったのか。 どうにかして。
柱をさらってどうするつもりじゃ! Ha!
せめて殺してから。